負けてなお強しなレースが好き、に対する視聴者の反応集。俺は負けてなお強しなレースが大好きマン。桜爆心王の引退レースとか大好き。いいよね、過去最高の走りを見せて前年の爆心王のタイムには勝っていたのに、全然届かなくて負けちゃう尾行。俺は負けたレースだけど最後まで領土審判は許さなかったマイルの女王と並ばれた瞬間隣用紙してるスプリント王が好き。俺は東海帝王と琵琶林出が圧倒的なパフォーマンスを見せる中で、ひっそり3着に入ってるネイチャが好き。時代の強者に翻弄された馬だとリンカーンが好きだった。なんで3コーナーで先頭に立ったやつが上がり最速出すんですかね。アドマイアジャパンもこれ。完璧なレースで普通なら菊取れてた。相手が普通じゃなかったから。ダービーだと3着のアスクビクターモアが負けてなお強しだった。2番手追走の3着で、自身もレコード更新してた。ハイペースで前つぶれのレースで粘り切ったのとか強いよね。ダービーのアスクビクターモア。ダービーを2分21秒級で走る奴が2頭もいるとは思わんやん。ボリクリの秋天連覇の陰で大外から豪脚を見せつけた鶴丸ボーイ。ヒシミラクルの宝塚でも2着入ってたりこの時代の中長距離 G1 で前線続けるも勝てずじまい。凡走が続いて終わったかと思ったところでマイルの安田でついに栄冠を勝ち取るってところまでセットで好きだ。オルフェのダービーが好き。ウィンバリアシオンも本来ならすごい勝ち方してるはずなんだけどね。オルフェのラストランずっと走ってきたウィンバリアシオンが全然追いつけなくて突き放されていくのが少し切ない。でもゴルシには意地でも抜かせず最後までオルフェの辞典を譲らなかったのは熱い。オルフェの阪神大昇天は10割自爆だけどあんな競馬で2着に来るのはやべえってなる。あれはやべえが二重の意味になってるんだよな。ナムラクレセントの策略だぞ。奇跡、ハイペースの大逃げで後続も突き放した。これは勝ったぞ。そのジャパンカップ今も覚えてるわ。奇跡も渾身の走りだったのに相手が悪すぎたわね。完璧な逃げで3着以下はかなり離してたのにな。馬なりでついてくる化け物がいたばかりに。18年のワールドレコードジャパンカップの時の奇跡はまさしくこれ。前半普通のペースで逃げて後半で1000メートルくらいのスパートかけてワールドレコードで走り切る。最近のだとスタオン周か。出遅れ、前影、バグンブロック。ねえなんで3着にいるの？って感じやったからな。あのど根性で、五竜の概念を理解したわね。人気薄ながら粘り込み、ウォッカが異様を達成する中2着に食い込んだアサクサキングスくん。ウォッカのいない菊花賞では見事優勝。もしウォッカが参戦してなければ珍しいダービー菊の2冠を達成していたのかもしれない。前2頭が化け物だっただけで、レコードタイムで逃げ切れる走りをしていた93ハルテンのパーマーとか、4着のマチタンもそれまでのレコードを上回ってたんだよな。それでも3着パーマーからは離されてたから前3頭がおかしかった。スイープのエリジョの大隅遥かとか今見ると大隅遥かの方に感情移入しちゃう。あそこから末足一つで全てをひっくり返すの、ほんと怖えよスイープ。当時めっちゃ大隅遥か応援してたからよくわかる。2年連続でエリザベス女王杯でゴール寸前でかわされた。桜花賞、オークス、ローズステークス、秋華賞、エリジョでも2着だったビルシーナ。特に秋華賞の最後の叩き合いはほんと惹かれて今はめっちゃ好きな馬の一頭。2年連続でウィンバリアシオンとビルシーナのような、絶対2着は譲らないし好きあらば1着を狙う馬が出てきたのは、熱いとともに切なくもあり。秋天で2年連続2着の記録を持つ石庭竜王。特に93年のは惜しかったらしいな。ヤマニンゼファーとの叩き合いのやつ。府中の最終直線ほぼ全部使った2頭の叩き合いが壮絶。競泳マーチのマイルチャンピオンシップ。1000メートルを56秒5というペースで逃げながら2着。17頭の男馬を引き連れて、高一点、桜花賞馬の競泳マーチが逃げている。競泳マーチ粘る粘る粘る。ほんとすこ。しかも最近になって品系から BC 勝ち馬出てくるとかびっくりだよ。阪神 JF でウォッカとマッチレースしていたアストンマーちゃんも例年なら圧勝だよねー。あの時のウォッカのタイムは2歳馬レコードなんだから。未来を知った上で改めてあの阪神 JF 見ると、ウォッカはもちろんアストンマーちゃんも怪物だったんだなと思う。あと、ウォッカ絡みではジャパンカップの2着王権ブルースリの末足もありえないくらいヤバかった。
秋天のダスカ、安田記念のディープスカイも含めて、ウォッカの2着ってすごいの多い。17年代障害の3、7着だけ見れば5頭の熱い乱戦なのに大差がつくほどの遥か前方で2頭デッドヒートしてるの好き。17代障害のアップはもうお重しか勝てないだろうって負け方してる。94有馬の菱山姉さん、式。4コーナーでの手応えほんとすごかった。勝ったやつがヤバすぎたんだ。後の天皇賞馬を吹っ飛ばして猛追する菱山ゾン好き。史上最強クラスの化け物が前にいなければね。120億事件。ある意味最強。負けて強しじゃなくて強いやつが勝手に負けただけで。プリキュア賞のブエナ。一頭だけスピードがなんかおかしかったもん。クイーンスプマンテ&テイエムプリキュア大慌てで追走するブエナビスタのとんでもない末足好き。サツキ賞で言うと、イクイノックスもそうだけどドウデュースも、負けて強し、だった気がする。友道先生が一番強い競馬をしたと言ってて、確かに第4コーナーで大外回って直線一気を狙った結果は3着だったとはいえ、すごい末足だった。それこそ去年の天皇賞秋だと思う。イクイノックスの末足はさすがとしか言いようがないけど、あの大逃げでギリギリまで粘ったパンサラッサの根性は本当にすごかった。